かつて日本で最大のゲーム雑誌週刊ファミ通にコラムを連載していました。コラム連載期間は18年9ヶ月にも及びました。話数は640話。これはゲーム雑誌にゲームクリエイターが連載したものとしては世界最長だと思います。多分コラム連載としてもまあ長めですが、さすがに伊集院光さんにはかないませんね。私の連載前からずっと続けられています。大したもんです。連載開始当時、カービィシリーズの統括ディレクターを行っており、カービィのエアライドでディレクターに戻っていた時期でした。その後しばらくで春研究所を辞めるわけですが、その時には編集部と一揉め二揉めありました。会社を辞める話を書いたところ、こんなものを載せられないと言われたりとか、ゲーム開発で非常に時間がなかったり、おおむね徹夜をしていたこともありました。そういった間は他のゲームもできないし、制作中のものも発表していなければコラムに書くこともできず困ったもんです。下手をすればすぐにネタの枯渇状態になりそうです。が、実際のところ締め切りはしっかり守りつつ連載は続けられていきました。なぜ続けられたのか、思いつく理由はおおむね3つあります。理由1、アウトプット。ディレクターである私にとって何かを伝えるということはあんまり苦にはなりません。こなせます。この番組だってそうですよね。理由に、手をかけない、コラムを書くのはおおむね毎回、1時間前後で終わります。このぐらいで済むなら、まああんまり無理はないですね。理由3、あんまり気負わない。書かなければならないのだとか、多くの人が見ているのだとか、そういう気負いをせず、使命感を持たず、割と適当にざっと書いています。これを考えすぎると手が回りません。3つの理由は、それぞれゲーム業界のためにだとか使命感を元にしたものではありません。こういうことを考え出すと苦しくなっていく一方なので、どんな仕事もある程度は楽に考えた方が良いですね。特に習慣めいたものはそうです。義務ではなく楽しめるようにしなければ。創刊号以前から見つめていたファミ通にコラムの連載を長い間持たせていただいたことには、とても感謝をしております。しかしそろそろ潮時かと思い筆を置かせていただきました。新たに、こういった番組でお伝えしているわけですが、コラムにも有益な情報がありますので、可能であればお手元に取っていただければと思います。何らかの気づきを生むかもしれませんから。単行本が出ていますが品切れ気味のようです。そういった場合、各電子書籍でも刊行されていますので、ぜひ。そしてこの番組を作ることになりました。もし私にコラムの習慣がなければ、作ることすら思いつかなかったかもしれません。そういう意味ではファミ通コラムはこの番組の前身ですね。ついでにファミ通コラムを連載するきっかけになったお話をしますと、当時のファミ通編集部のコラム担当と MMORPG のファイナルファンタジー11で知り合ったことがきっかけです。リアルで会ってもいないのに、たまたま遊びパーティーに加わったりする中で、ファミ通本誌にコラムを書いてみませんかと依頼されたという。担当曰く絶対面白いものになるという確信があったそうです。それがなければこの番組もなかったかもしれないと思うと、世の中何かきっかけになるかわからなくて面白いですね。